まだ今年入ってから1本しか撮影してないんですけど、内容は言えないんですけど、結構今年の頭からずっと準備してるものがあって、勝負の年なのかなっていう。今年はやりきった、そんな年になったなっていうふうに思います。はい、今年は20代最後の年っていうことで、結構自分の中でもお仕事だったり、こう自分のプライベートの方にも、こう20代最後だからなんかやり残すことがないように、もういろいろ思い立ったらすぐ行動してみようっていう年にしていたんですけど、結果的に本当にこう仕事で海外に2ヶ月半住まわせてもらったりとか、あとはそのアジアツアーというものにこう仕事で回ってなんか初めての経験をしたりとか、個人的にはこう初めて今年自分自身 そのプライベートの旅行でパリに行くことができたんですけど、なんかそれはすごくちょっとなんか自分の中でも、いつもはこう仕事でディオール のお仕事で来させていただいてたパリに、こう自分の足でこう自分 その力で行けたっていうのはすごく大きかったので、本当に今年はやりきった、そんな年になったなっていうふうに思います。はい、そうですね、まあ、僕も来年30になるので、結構今年はなんだろう、去年までがずっと仕事が立て続けにありがたいことにやらせてもらってて、さすがにこのペースで仕事してたらダメだなと思って、今年は割とまだ今年入ってから1本しか撮影してないんですけど、ずっと前半とか特に結構プライベートの時間に時間を僕も大事にしてたなっていう、友達とちょっとどっか旅行行ったりとか、ちょっとどっか借りてエアビみたいなのしたりとか、割とそういうプライベートを充実させれた年かなと思います。来年挑戦したいこと、そうですね、なんか30代一発目というか、もう30代これ、まあ、その年とか30歳の年なので、30代最初の年、なんか何かがこううまく進むように、なんだろうな、やったことのない役に挑戦してみたいなというふうに思うんですけど、今までは結構こう学園ものでも生徒役だったりとかっていうところが多かったので、なんかちょっとこう先生の役に挑戦したりとか、もう本当に自分の今までやったことのない役に挑戦できる、そんな一年にしたいなって思います。そうですね、まあ、僕も来年30になりますし、まあ、内容は言えないんですけど、結構今年の頭からずっと準備してるものがあって、それの撮影が来年あるので、結構自分にとっては、まあ、勝負の年なのかなっていう気がしてますね。まあ、なんですごい今のうちにのんびりしとこうと思っております。